近くにいるのは三沢。三沢のミドルシュート決まった。向かって8番の三沢蹴り込んでいきます。決めてくる。決めている。低いボール手前。触った、決まった。新井から外へ、谷も前に行く。左からシュート決まりました。キーパー長澤決めました。目安あと1分。大久保、ふわっと浮いたボール、セカンドボールを拾って三沢のシュート、三沢のシュート決まりました。この中島を起点に、そして高崎、川西にボールを供給したいところです。 FC 岐阜。さあこれを奪い取って内に入ってシュートはゴール。